はい、ホワイトベース館内放送でございます。はい、なんだっけ、何でしたっけ、ハロー。あ、そうだ、ちょっと今日はですね、皆さんも疑問に感じていることだと思うんですけども、よくね、車とかで、ね、交差点や割り込みをしてくる人がこうやるじゃないですか。こうやってこうやった後問答無用でバーって入ってくるじゃないですか。ああいう人たち何なんですかね。こうやって手を挙げたら時間が止まると思ってるんですかね。ちょっとやってみましょうか。ハロハロ、お座り、ハロ、お座り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 、ハイタッチ、はいはい、できたというようにですね、手を挙げても社長が出るだけなんですよ。それなのに手を挙げただけで問答無用で出てくる人たち、あれ危ないと思いませんか。僕ね、あれね、やり方変えた方がいいと思うんですよ。窓をまず開ける、そして顔を出す、後ろの人を見る、でそれから手を挙げて何か言う、何でもいいですよ。聞こえても聞こえなくてもいいんで、ではすいません入れてくださいでも何でもいいですよ、ごめんなさいでもいいんですよ今ダメ、下ネタ言おうとしちゃった。何でもいいと思うんですね。でそれ何か言ってるっていうのが分かって、こう顔でこう表現するんです。顔で表現、こうやってとか、綺麗な女の人だったら、容姿に自信がある人だったらですね、こうやってやる。そうすれば後ろの人は止まってくれて、あ、どうぞどうぞってやってくれると思うんですよね。今の技は女性しか使えないんで、おっさんがやると車突っ込んでくるかもしれないんでやめてくださいよ。はい、まあおっさんだったら、昔バブルの時はですね、なんかそう、こうやってた。バブルの時は、バブルって皆さん知ってます？タクシー捕まえる時にこうやってたんですよ。本当にだからね、車からこうやってやるぐらいだったら、窓をグイーンって開けて手出してこうやってこれればみんな何事かと思ってびっくりして止まると思うんですよね。はい、そういう感じでやってみたら割り込みもうまくいくんじゃないかと思うんで、ちょっと実験してみましょうか。はい、ブーン、止まった。あんなところにちっちゃいのもいる。ブーン、ダメですねちょっと待ってくださいちょっと待ってください。それ1万円札なんですけど、はい、すいません。はい、ああ。ギリギリ OK です。1万円札はね、便器より汚いって言いますよね、よくね。口でくわえちゃった。はい、というわけで、皆さん、そういう車には、気をつけてですね、積極的にクラクションを鳴らしていきましょうということが言いたい動画でございました。ご視聴ありがとうございました。ホワイトベース二宮翔平の本、とりあえずバイクに乗れ、Amazon.com もしくはお近くの書店で販売中です。お店にこれ持ってきてくれたらサインとかするので、はい、いや、本汚すだけなんですけども、はい、ご所望の方はおっしゃってください。はい、よろしくお願いします。マジで。